ペニシリン、ペニシリンとは1928年にイギリスのアレクサンダー・フレミング博士によって発見された世界初の抗生物質である。抗菌剤の分類上ではベータラクタム系抗生物質に分類される。博士はこの功績によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。発見後、医療用として実用化されるまでには10年以上の 歳月を要したが、1942年に、ベンジルペニシリン、ペニシリン G、PCG が単理されて実用化され、第二次世界大戦中に、多くの負傷兵や、戦勝者を感染症から救った。以降、主治の誘導体、ペニシリン系抗生物質が開発され、医療現場に提供されてきた。1980年代以降、日本国内においては、 主力抗菌剤の座を、セファロスポリン系抗生物質や、乳機ノロンに明け渡した感があるが、ペニシリンの発見はこれらの抗菌剤が開発される、礎を築いたものでり、しばしば、20世紀における偉大な発見の中でも、特筆すべき一つとして数え上げられる。ペニシリンは、ベータラクタム系抗生物質であり、新生細菌の細胞壁の主要成分である。 ペプチドグリカンを合成する酵素 PBP と結合し、その活性を阻害する。この結果ペニシリンが作用した細菌はペプチドグリカンを作れなくなり、その分裂に伴って細胞壁は薄くなり、増殖が抑制される成菌作用。また細菌は細胞質の浸透圧が動物の体液よりも一般に高いため、ペニシリンの作用によって細胞壁が薄くなり損なわれた。 細菌細胞では、外液との浸透圧の差から細胞内に外液が流入し、最終的には腰筋を起こして死滅する、殺菌作用。この作用から、ペニシリンは増殖中の細菌に強く働き、この性質を利用した栄養用急変一株を選抜、濃縮する、ペニシリン濃縮法がある。ペニシリンは、新生細菌の細胞壁の合成を標的として、 特異的に阻害する薬剤である。ペプチドグリン管を主要成分とする細胞壁は、マイコプラズマを除く新生細菌の生存に必須な構造であるが、人を含めた新核生物には存在しない。そのため、ペニシリンは新生細菌に対する選択特性が高く、人に対する毒性は低い。この点においてペニシリンは、すでに発見、実用化されていた。 色素材やサルファ材に比べて、抗細菌材としてはるかに優れており、このため実用化後には大きく普及し、他の多数の抗生物質開発のきっかけになった。初期のペニシリンは、ブドウ球菌を代表とするグラム陽性菌、グラム陰性球菌に対しては、強い抗菌作用を示すが、大腸菌を代表とするグラム陰性ガン菌に対しては、抗菌作用が弱いという性質を持っていた。 特に、グラム陰性肝菌の中でも薬剤に対する自然、抵抗性が高い緑脳菌には無効であった。ペニシリン系抗生物質開発の歴史は、弱作用菌や耐性菌との戦いの歴史でもある。作用が弱いグラム陰性肝菌に対する作用増強を目的として、ペニシリン骨格を手術の化学修飾あるいは置換器の化学外により、 弱作用菌への抗菌力の増強が試みられ、多くのペニシリン系抗生物質が開発された。ペニシリン系抗生物質に関しては一般に、新しい抗菌薬が開発されるに従って、グラム陽性菌にもグラム陰性菌にも作用を持つように移行していく傾向がある。またフレミングが発見したペニシリンは、酸性で分解されやすく傾向投与では、 利益で分解されて無効になるため、当初は注射剤として用いられた。しかし、蛍光投与可能なペニシリン系抗生物質も、初期の段階から開発されている。ペニシリンが用いられるようになると、ペニシリンに対する耐性を新たに獲得したペニシリン耐性菌が出現した。ペニシリン耐性菌はペニシリンが実用化された数年後には臨床現場から分離されが、 抗成物質の無秩序な乱用が引き金となって拡大し、1960年代にはペニシリン体製菌の問題が権限化して医療上の大きな問題になった。この当時出現した初期のペニシリン体製菌はペニシリナーゼというベータ・ラクタム間を加水分解し、開感する酵素を産生する。これは薬剤分解酵素の遺伝子を突然変異。 あるいはファージュやプラスミドを介して獲得したものであった。そこで、これらの分解酵素による分解を受けないペニシリン系、抗生物質であるメチシリが開発された。また、ペニシリンとクラブラン酸などのベータ、ラクタマーセ素外剤を合剤とすることで、耐性菌の問題を解決してきた。しかし、メチシリンが実用化された、数年後にはメチシリンに耐性を持つ、 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、MRSA が出現した。MRSA は PBP の変異型である PBP2 を獲得した黄色ブドウ球菌である。MRSA の PBP2 はベータラクタム系抗生物質との結合能が弱く、阻害を受けなくなっているため、メチシリンをはじめとするすべてのベータラクタム系抗生物質に対する多剤耐性を獲得している。 ペニシリンは、細菌が細胞壁を作るのに必要な酵素である、ペニシリン結合タンパク質、PBP に結合して作用する。PBP には、PBP1,PBP2 と、多くの種類があることが知られている。多くの耐性菌は、ベータラクタマーゼを産出することでペニシリンを分解して、耐性を得ている。ラクタマーゼは有利しているが、PBP の一種であり、 たまたまペニシリンを分解する活性があったものと考えられる。もともと染色体上に持っていた PBP 遺伝子を発現できる菌種が人間がペニシリンを乱用したことでとうたに生き残り、ベータラクタマーゼ酸質菌の割合が増えてきたのだと考えられている。なお、MRSA などは全く別の機構で耐性を得ている。これは PBP の変異でペニシリンが変異。 pbp に結合できなくなるからである。戦具体であるアッコブトリペプチド L システニル D バリンは、単量体である L アミノ酸から、酵素アッコブシンテターゼにより、リボゾームを介することなく、細菌やカビの細胞内で生成される。アッコブトリペプチドは、酵素、アイセペナシリン N シンテターゼにより、イソペニシリン N、アイセペナシリン N へと感化し、ベータラクタム感が形成される。 イソペニシリン N は、酵素、アイセペナシリン NN アッセルトラファーアイスにより、即差が交換されるが、関与するアシル COA のカルボン酸残機に応じて、主樹の誘導体が得られる。このように、アイセペナシリン NN アッセルトラファーアイスが、比較的機質特異性が低い酵素であるため、ペナシリアム SPP においてもイソペニシリン N から、もともと細胞内に存在するアシル COA と、 交換量ことで、ペニシリン G、ペニシリン K など多くの誘導体が産生される。イソペニシリン N は、イソペニシリン N 異性化酵素によって、ペニシリン N に異性化される。セファロスポリン系の抗生物質の生合成は、ペニシリン N を出発物質としている。ペニシリンは、競技にはフレミングが見つけた青カビ培養液から生成したもの、天然ペニシリンと、 バイチに原料を人為的に添加して、青カビに合成させた後に生成したもの、生合成ペニシリンを指し、これらには、ペニシリン G、ペニシリン V などの名称が付けられている。一方、これらを原料に、化学修飾を施したもの、半合成ペニシリンや、すべて化学的に合成したもの、合成ペニシリンも開発されている。 これらはいずれも、その活性中心であるベータラクダム間を含んだ、ペナム骨格を有する抗生物質であり、ペニシリン系抗生物質、あるいはペナム系抗生物質と総称される。講義には、これらのペニシリン系抗生物質のことをすべて、ペニシリンと呼ぶことがある。ペニシリン系抗生物質は、上記した開発及び生産の方法の違いによる、分類のほか、耐酸性と、 治療対象になる微生物の範囲による分類が汎用的に用いられる。天然ペニシリンが酸によって分解され蛍光投与が不能であった欠点を補うため耐酸性ペニシリンが開発された。初期のペニシリンはグラム陽性菌及び陰性球菌に対してのみ有効で、またペニシリン耐性菌が獲得したペニシリナーゼ、 ペニシリン分解酵素によって不活化されるものであったが、ペニシリナーゼ抵抗性ペニシリン、グラム塩性換金にも有効な広域ペニシリンの順に、抗菌スペクトルを広げる方向で開発が進んだ。臨床的な分類としては、古典的なペニシリン、広域ペニシリン、広域は、名前だけで耐性の問題で、ほとんど古典的なペニシリンと変わらない、黄色ブドウ球菌に効果のあるペニシリン、 緑農菌に、効果のあるペニシリン、ベータラクタマーゼ素外薬配合剤、広域ペニシリンと配合することで体制の問題を一部、回避したものと分けておくと、分化安い。以下に代表的なペニシリン系抗生物質を示す、略語は、抗微生物薬略語、日本科学療法学会制定。グラム陽性球菌、グラム陽性肝菌とグラム陰性球菌に有効。 グラム陰性肝菌をび、ペニシリナーゼ酸性耐性菌には無効。酸による分解を受けるため、蛍光投与不能で注射剤として用いられた。抗菌スペクトルの面から、下記の耐酸性ペニシリンと合わせて第一、世代ペニシリンと呼ばれることがある。蛍光投与を可能にするため、耐酸性にした生合成ペニシリン、半合成ペニシリン、抗菌スペクトルは、 天然ペニシリンと同じであり、それと合わせて第一世代ペニシリンと呼ばれることがある。多くは、半合成ペニシリンであり、ペニシリナーゼ及びベータラクタマーゼによる分解を受けにくく、これらの耐性菌に対して有効。こういった特徴から、黄色ブドウ球菌に対して用いることが期待できる。ただし MRSA には無効であり、主に、グラム用性菌用と考えられている。 歴史的にはメチシリンが有名である。メチシリンは副作用が強くマーケットから外されてしまった。そこで登場したのが合成ペニシリンである、クロキサシリン、商品名メトシリン S やオキサシリンやナフシリンである。適用はマッサで農用、関節炎、心内膜炎など幅広く使える。日本ではこれらの薬は販売していない。これは 黄色ブドウ球菌のマネジメントをするのを非常に困難とする問題である。抗菌スペクトルを拡大してグラム陰性菌にも有効になったもの。初期に開発されたアンピシリンなどはグラム陰性菌の中でも特に薬剤への自然抵抗性が強い緑膿菌には無効であったが、後に緑膿菌にも有効なカルベニシリンが開発された。 基本的には合成ペニシリンであり網の元を持つ。点滴薬のアンピシリン、商品名、注射用ビクシリンなど、蛍光薬のアモキシリン、商品名、サワシリンなどがある。2007年現在はほとんどペニシリンと変わらないと考えてよい。当初はグラム陰性に効くのポイントだった。感受性のある超吸菌感染症には網のペニシリンは良い選択である。 リステリア感染症の第一選択薬は、アミノペニシリンである。特にリステリア、特にリステリアクエンでは大量常駐する、超球菌には、セフェム系が効かないことが多いので重宝する。緑脳菌にも効果がある、広域ペニシリンを、ウレードペニシリンとも言い、広域で、やや活性能を取るペニシリンの仲間とされている。構造からは、アミノアシルペニシリンとも言う。 ピペラシリン、商品名、ペントシリン、ベータラクタマーゼ阻害剤を含んだものとしては、タゾシン、ゾシン、カルベニシリンが有名である。特にピペラシリンは、緑脳菌を疑った時に重宝する。緑脳菌感染症は、糖尿病など、免疫抑制か、長期入院の患者が対象となる。そして、緑濃菌は、ピペラシリンに対して、トレランスを持っている。すなわち、 マイクと MBC に差がある。よって、大量常駐が必要である。また、アミノグリコシドを用いると、シナジーがある。アミノグリコシドを用いてからピペラシリンを用いた方が、効果が高いと言われている。広域ペニシリンの抗菌力、抗菌スペクトラムを維持しつつ、ベータラクタマーゼ酸性菌にも作用させるために、ベータラクタマーゼ阻害薬とペニシリン系。 抗成物質を配合した合剤が販売されており、広く使用されている。ベータ・ラクタマーゼ阻害薬としては、クラブラン酸、スルバクタム、タゾバクタムがある。クラブラン酸のみ肝臓から排泄される。ベータ・ラクタマーゼと結合後、活性化されベータ・ラクタマーゼを阻害する。エスブル酸性菌に対しても有効であり、ペニシリナーゼ、プラスミド状には効果あるが、セファロスポリナーゼ、 染色体上には効果が弱い。アモキシリンとクラブラン酸の合剤であるオングメンチンやクラバモックス、アンピシリンとスルバクタムの合剤であるユナシンが知られる。ペニシリンが第一選択となる疾患。ペニシリンはアレルゲンとしての一面を持ちアレルギー反応を引き起こしやすい。そして数万人に一人程度の確率でアナフィラキシーショックを引き起こすことがあり、 ペニシリンが引き起こす重篤なアレルギー症状はペニシリンショックと呼ばれた。以前は被害テストが行われていたものの2004年9月に日本科学療法学会の提言に沿う形で厚生労働省が禁薬の添付文書改定を指示し徐々に被害テストは廃止される方向にある。ただし相方は1時間から72時間までに発症することもある。 型はすべてアレルギーのクームスの分類に対応させた。ペニシリンの副作用は基本的にアレルギーなので投与量は関係ない。ペニシリン1単位は0.27マイクログラムであるのでよく用いられる処方2400万単位といっても6.5グラムほどであり他の抗菌薬と変わらない。またアレルギー性なので副作用が生じたら原則として投与中止である。 特に間質性腎炎などでは、腎障害があるので、投与量を調節するという選択をししまいがちであるが、投与量を変えてもアレルギー性の障害なので意味はない。ただし、梅毒にペニシリンを投与すると、ヤーリッシュヘルクスハイマー反応と呼ばれる、発熱、死診といった症状が出ることがある。これは、アレルギー反応ではないので投与を中止してはならない。 ペニシリンによるアナフィラキシーは頻度は低いがアレルギーの発生率は0.7から10%程度あり、皮疹などが見られたら他の系列の薬に変更するのが望ましい。セフェム系では交差反応を起こすことも知られているがそこまで高頻度ではないので変更を行うのに意味はある。梅毒の治療などでアレルギーが出ても使用継続する必要がある場合は アレルギー問いの下で脱観査を行うという方法もある。1956年、東京大学法学部長、小高麻生がペニシリンショックで死亡し、報道機関で大きく取り上げられた。この事故をきっかけとして、ペニシリンによるショック死は、実はすでに100名に及んでいたことが明らかになり、社会問題となった。1928年、フレミングが、 ブドウ球菌の培養実験中にコンタミネーションにより生じた青カビ、ペナシリアムノートットム。現在は P クライスジェナムのコロニーの周囲に阻止炎、ブドウ球菌の生育が阻止される領域が生じる現象を発見したことに端を発する。フレミングは青カビが生産する物質が細菌を溶かしたものと考え、実際にはこの現象は陽菌ではなく細菌の発育阻止によるものであった。 青カビを液体培養した後の露液にも同じ活性があることを突き止め、彼自身は単理しなかったその物質を、1929年に青カビの学名にちなんで、ペニシリンと名付けた。その後、1940年に、H.W. フローリー、ホワード・ワルテル・フローリーと E.B. チェーン、E.B. チェーンがペニシリンの単理に成功したが、一つと思われたペニシリンは、 ペニシリン G、ペニシリン N 等の混合物であった。翌1941年には実際臨床でその抗菌剤としての効果を確認した。その後は効率よくペニシリンを作る菌の探求が進むとともに、菌の培養及びペニシリンの抽出法などが改良され、大量生産が可能となったペニシリンは第二次世界大戦において軍隊で広く用いられた。 終戦後の1945年からは民間にも解放された。フレミングのペニシリンの発見とフローリー等のペニシリンの再発見とそれに続くペニシリン G の実用化は感染症の臨床治療を一変させ、その功績によりフレミング、フローリー、チェーンには1945年にノーベル医学、生理学賞が授与された。日本では 1943年、昭和18年に、ナチスドイツの医学雑誌から存在を知った、陸軍軍医学校で開発が始まり、翌1944年に少量ながら生産に成功。ヘキソと名付けられ、数人の患者に投与されて実績を上げたが、大量生産には至らないまま廃線を迎えた。1946年からは、占領軍が招聘したテキサス大学の、 ジャクソン・フォスター教の指導のもとに、日本の製薬会社各社が生産を開始し、翌1947年から病院を通して、日本中へと広まった。その結果、日本では、抗生物質の開発および生産が著しく増大し、感染症の治療法が普及し、乳児から高齢者までの全ての年齢層で、感染症による死亡率が著しく減少し、平均寿命の上昇に、 大きな影響をもたらした。1946年から1948年まで、グアテマラで、アメリカ公衆衛生局と、国立衛生研究所、公衆衛生局のイシジョン・カトラーにより、ペニシリンの効果を確かめるための人体実験、バイドクスピロヘータ接種が行われていたことが、明らかになり、オバマ大統領と、厚生長官が、グアテマラ大統領に謝罪する事態に発展した。 2011年3月9日、感染者関係者は、この謝罪を評価はしたものの、アメリカ合衆国連邦政府に11日までに和解案を提示しなければ、賠償請求の集団訴訟を提起する旨通知した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。